カリオンの戦いは、フレンチ・インディアン戦争中の戦闘である。カリオントリデから約0.75マイル離れた高台で繰り広げられた、この戦いは、将軍ルイ・ジョゼフ・ド・モン・カルムと、フランスワガストン・ド・レビに率いられた4000人の、フランス軍が、ジェームズ・アバークロンビー率いる、数の上では、圧倒的に優勢なイギリス軍に、正面から奇襲を仕掛けられた。また、イギリス軍は、 残豪で囲まれたフランス人地を大砲を使わずに攻撃した。フレンチ・インディアン戦争の中でも最も血なまぐさい戦闘であり、戦死勝者は両軍合わせて3000人を超え、うち2000人以上がイギリス兵だった。兵力で相手を上回りながら、この戦闘でイギリス側は停滞敗北を喫した。 アメリカの歴史家であるローレンス・ヘンリー・ギプソンは、アバークロンビーの作戦について、このように記している。アメリカ大陸で起こった、軍事行動のうちで、これほど指揮官の側に判断ミスが多い戦闘は、かつてなかった多くの軍事士の研究家が、カリオンの戦いは、戦術面での軍事的無能の典型例として、引き合いに出している。クラウンポイントと、 エドワードトリデの間の地域を示す1777年の地図。デフィアンス3んはシュガーブッシュとある。カリオントリデの建設は1755年に始まったジョージ湖の戦いでフランスが負けた結果を踏まえてのものだった。ジョージ湖の北岸の岬に近いシャンプランコに面したトリデでラ・シュート川が南下する低い地点に位置していた。この地域にそびえているのは ラシュート川の向こう、湖の向かい側のインディペンデンス山のそばにあるガラガラヘビの丘だった。この丘の大砲は、鳥出に砲撃があった場合も、敵を攻撃できる仕組みになっていた。ラシュート川は、船の航行が不可能なため、このカリオンにある製材所から、ジョージ湖まで伸びる連水経路があった。カリオン砦からは、北のサンフレデリック砦の道が伸びていた。 西には低く盛り上がった部分があり、その向こうにはホープ山があって、連水陸路の指揮を執る場所となっていた。しかし、この場所からカリオンに放火を浴びせるには、距離が離れすぎていた。カリオン、鳥で周辺で、最も深刻な地理的弱点は、デフィアンス山だった。戦闘当時はガラガラ蛇の丘、1770年代には、シュガーブッシュとして知られた、この山は、 カリヨントリデの南、ラ・シュート川の反対側にあった。この900フィートの丘は急勾配で、樹木が密集しており、トリデに砲撃を加えるのにはカムフラージュタリエル、場所だった。モンカルムの議官であるニコラ・サレブルス・ド・ポンルロワによれば、カリヨントリデの場所は、こうだった。もし私がこのトリデの方位を任されたら、 必要なのは6台の旧砲と2台の大砲だけだろう。1758年以前には、フレンチ・インディアン戦争のイギリス軍は、連敗状態だった。軍の体制が、目的にほとんど見合っていなかった。1756年から1757年に、かけては、フランスの後陣を廃し、ヨーロッパでの7年戦争における不調とはしなみを、揃えていた。ウィリアム・ピットは、 イギリスのすべての軍事力を7年戦争に注ぎ込むように努力した。フランスが強いヨーロッパでは防御を主張し、その戦略に乗り出した。それとは反対に、フランスが弱い北アメリカでは、ヌーベルフランスを攻撃するべく、3つの戦略的軍事行動を取ることを決意した。ペンシルベニアのデュケーヌ取の攻略、イルロワイヤルのルイブール取の攻略、 そして、将軍アバークロンビーによる、シャンプレン・ダニを通じての攻撃である。ピットは、アバークロンビーでなく、策略に長けて、精力的なジョージ・ハウ、第3代、ハウ死者を指揮官として使うつもりだったが、年長であり、しかも政治的配慮から、相対的に、知名度のあるアバークロンビーを指揮官に任命した。ハウは、副指揮官として加わった。 ウィリアム・ピット、右手に書類を持ち、机の上にも書類が積まれている。フランス軍は、1757年の、ウィリアム・ヘンリー・トリデの戦いではここを拠点として、成功を収めた。1757年のこの勝利、そして、他の北アメリカの戦いでも勝利したにもかかわらず、翌年にかけて、フランスは、絶好調とは言えなかった。この年、 北アメリカ中流フランス軍の最高責任者であるルイ・ジョゼフ・ド・モンカルムとヌーベル・フランス総督のピエール・フランソワ・ドリゴーは3月になってからやっとイギリスが大軍を北アメリカに派遣しようと計画していることフランス国王ルイ15世の支援がどちらかといえば少なめであることを知らされた本国からの支援が少ないのはイギリス海軍が抑えている大西洋に フランスが主要戦力を使って作戦に出る覚悟がさほどにないことを意味していた。また、カナダの農作物の不作がこれにさらに追い打ちをかけた。冬が進むにつれ、食料の蓄えが乏しくなるという結果を招いた。モンカルムとボードル・イユはお互いに気が合うわけではなく、イギリス軍への対処の仕方に関しては意見が異なっていた。 フランス軍の構成は、5000人の正規軍におよそ6000人の民兵、そして人数面で限られた同盟インディアン戦士たちだけだった。対するイギリス軍は5万と言われていた。ボードルイユも戦闘の経験はあまりなく、カリヨンとルイブールトに5000人ずつの兵を派遣したがっており、叱る後に3500人の得りすぐった兵を、 ニューヨーク植民地北西部のモホーク川でイギリス軍にぶつけようとしていた。モンカルムはこれは愚かな発想であると思っていた。このやり方ではイギリス軍はいとも簡単に防戦に多くの人数を削くに違いない。ボードル・イユの意見が優勢な中、モンカルムは1758年の6月、ケベックからカリオンへと向かった。 将軍ジェームズ・ワバークロンビーのもと、イギリス軍は、ウィリアム・ヘンリー・トリデの跡地近くに兵を集めた。このトリデは、ジョージ湖の南端にあったのだが、前年のフランス軍による、包囲戦の後、破壊されていた。軍は、総勢1万6000人にも達し、1758年の、この時点では、北、アメリカに配置された軍としては、最大のものだった。援軍として、 ジョン・マレーの第42不評連隊と第27不評連隊第44不評連隊第46不評連隊第55不評連隊からなる6000人の正規部隊そして第60不評連隊の第1大隊と第4大隊加えてニューイングランドのコネチカットマサチューセッツ湾ニューヨークニュージャージーロードアイランドの各植民地の民兵がいた 1758年7月5日、これらの部隊は船に乗り込み、翌6日に、ジョージ湖の北岸に着いた。タイコンデロガトリデ、モンカルムの到着前は、カリヨントリデで指揮をとっていたのは、大佐のフランソワ・シャルルド・ブールラマクで、6月23日までには、イギリスが大軍を率いて攻撃することを知らされていた。ブールラマクは、6月10日に、 ボードルイユからアバークロンビーへの手紙を伝令に持たせており、その伝令が戻るのを待っていた。実は、その伝令は、イギリス軍の宿営のすぐそばで、おそらくは、イギリス軍のスパイ活動をやっていたということで、拘束されていたのだった。ブールラマクは、偵察活動を拡大した。また、捕虜のイギリスの石膏から、イギリス軍のおよその兵力を知らされてもいた。 6月30日、モンカルムはカリオントリデに到着した。そこで見たのは明らかに兵員不足の中東部隊だった。3500人の兵しかおらず、食料はわずか9日分しかなかった。ブールラマクはモンカルムにイギリス軍は2万人かそれ以上がウィリアム・ヘンリートリデの跡地近くに集結していると伝えていた。モンカルムは大勢のイギリス軍に 自らと地理的な弱点があるカリオンとが直面するにあたって、おそらく砦に接近してくるであろう敵に対する防御の戦略を取った。モンカルムは即座にブールラマクと3つの大隊を派遣して、砦から6マイルのところにある上ジ,ジ湖の北岸から、連水経路を横切り、2マイルにわたって流れている川の守りを固めさせた。そして自身は2つの大隊を率いて、 製材所のところの先発隊の野営地を、やはり占領し、防御を固めた。それ以外の兵たちは、カリオントリデに残って、トリデの外のさらなる防御の準備をしていた。モンカルムはまた、この状況をモントリオールに伝え、もし可能であるのなら、レビとその兵を、補強要員としてよこしてほしいと頼んだ。このレビの軍は、ボードルイユが、 西の守りとして任務につかせる予定の軍だった。レビはまだ西へと立っておらず、ボードル・イユーは彼と400人の部隊に西ではなくカリオンへ向かうよう命じた。彼らがモントリオールを立ったのは7月2日だった。7月5日にブールラマクが返事を受け取った時、イギリス軍は次第に近づきつつあった。彼はタイのトレペゼト350人の部隊に艦隊を、 監視させ、可能であれば、上陸を阻止するように命じた。この時のイギリス艦隊の規模については、常事故の湖面を覆ってしまうほどの大きさと言われていた。モンカルムは、ブールラマクに退却するように命じた。ブールラマクは、防御の婦人はこれで十分だと思っており、モンカルムから三度退却するように言われて、初めて兵を退けた。モンカルムは、 行動範囲に関して熟知しておらず、すべての兵にカリオントリデに戻るよう何度も繰り返し、レーン水陸路の二つの橋を破壊した。この退却により、トレペゼの軍が本体から孤立した状態になった。しかも、トレペゼには、分が悪いことに、インディアンの石膏がイギリスの艦隊の大きさを恐れて、彼を捨てて逃げたのである。7月6日の夕暮れ時、フランス軍は、 砦の北西約0.75マイルの高台に残壕を掘り始めた。この高台は砦の道が通じていた。7月7日、残壕のもとにかなりの長さにわたって酒もぎが取り付けられた。その日の終わりに残壕の上に強壁が取り付けられた。これらの救護しらえの防御は、小銃の射撃には役立つが、イギリス軍が大砲で射撃をした場合には、 何の効果もないであろうと思われた。イギリス軍が行軍したであろうと思われる進路7月6日の朝、イギリス陸軍は、ージ湖の北岸に上陸を始めた。フランス軍の反撃はなく、アバークロンビーは、最初に降りて、先発部隊に、兵たちが上陸すべき一帯を調べさせ、最近、敵軍が持ち場を離れたことを知った。早急に退却したため、 フランス軍の物資や兵器が置き去りにされていた。軍の大半が上陸し、渋滞に整列して、ベルニッツ川の西側の、ジョージ湖とシャンプラン湖がつながる地点を目指した。連水系路よりもそちらを選んだのは、橋が、フランス軍に破壊されていたからだった。しかし、森の中がかなり入り組んでいるため、後軍は混乱し始めた。ベルニッツ川からシュート川と合流する場所の近くで、 フランスの陣地へ戻ろうとしていたトレペゼと部隊がフィネアスライマン率いるコネチカット連隊と出くわし森の中でコゼリアイが起きたその近くにハウの隊もいたためハウは隊をそちらに連れて行った彼らがコゼリアイの場に近づいたところで将軍ハウに砲弾が命中し彼は即死したまた マサチューセッツ湾植民地の兵もこの場に連れて来られ、フランスの将兵の背中を切りつけた。捨て鉢な戦いで、トレペゼの兵約150人が死に、他の150人が捕虜となり、彼らを含む50人がラシュート川を泳いで逃れた。この時の傷がもとで、トレペゼは翌日死んだ。イギリスの戦死傷者は少なく、戦死10人、負傷者6人だったが、 通り抜けるのが困難な森に苛立ち、ハウの死に指揮を落とし、そして夜を徹しての航行に疲れ、森の中で野営をした後、翌朝上陸地点に戻った。カリオントリでの夫人を描いた図7月7日、アバークロンビーは中佐のジョン・ブラッド・ストリートと、かなりの大きさの兵力とを、水陸路の下り坂に送り込んだ。ブールラマクが野営を張っていた、最初の十字路で、 ブラッドストリート軍は橋を修復し、製材所のある十字路まで進んでから、そこにあえいを張った。石膏と捕虜とが、アバークロンビーに、モンカルムの兵力は6000人であること、そして、レビが3000人の補強辞任を連れてくるのを待っている、ことを伝えた。アバークロンビーは、公兵隊の大佐であるマシュー・クラークと、側近の一人であるジェームズ・アバークロンビーに命じて、 フランスの防御を偵察するように命じた。ガラガラ蛇の丘に登った後、クラークとアバークロンビーは、フランスの陣地には、不備があることを伝え、こうも言った。簡単に奪い取れます。大砲さえ必要ありません。彼らは、フランス軍が、藪や森を利用して、防御のための工事をあちこちで行っているのに、気づいていなかった。フランスは、実のところ、広範囲にわたり、 防御は完璧だったのだ。クラークはまた、ガラガラヘビの丘の頂上とふもととに、鳥を作るようアバークロンビーに進めていた。アバークロンビーは、翌朝に、フランスに攻撃を仕掛けるべきであると決意した。その前に、レビと、おそらく3000人からなる軍が到着しないことを、願っていた。しかしレビは、7月7日の夜、カリイオンに到着した。 彼が率いていたのは400人の正規兵だった。その夜アバークロンビーは作戦会議を開いた。彼が部下に示した選択肢は限られたもので攻撃の際の編成を横3列か横4列かのいずれかにするかということだった。会議の出席者たちは3列を採択した。アバークロンビーの計画ではガラガラヘビの丘頂上の砦建設は省略された。 加えて、正面からの奇襲作戦を果たすべく、ラ・シュート川を漂っていた、四台の六ポンド砲と一台の九砲を、二十隻のバトに乗った部隊が運んで、ガラガラヘビの丘の基地に据えた。七月八日の早朝、クラークは、もう一度、ガラガラヘビの丘の基地へ行って、フランスの防御を監視しようとした。彼の報告では、奇襲すれば、 フランスの人形など崩れると未だに思っているかのようだった。英仏両軍の人形、トマス・ゲージ7月8日の朝、戦いが始まった。ロジャーズ・レンジャーズと大佐のトマス・ゲージの第80系風評連隊が、砦に止まっていた数人のフランスの石膏を、残豪の陰に追い詰めた。この系風評隊の後ろには、ニューヨークとマサチューセッツ湾の植民地兵が控えており、 三列渋滞での攻撃のため、正規兵が植民地兵の間を進んでいった。右翼の第27体と第60体は、第27体の指揮官である中佐のウィリアム・ハビランドの指揮下にあり、中央の第44体と第55体の指揮を取るのは、中佐のジョン・ドナルドソン、そして左翼の第42体と第46体は、 第42体の中佐フランシス・グラントの元にあった。それぞれの従列の先導は、連隊の系風表中隊で、予備にコネチカットとニュージャージーの植民地兵が、控えていた。モンカルムは、フランス軍を3つの旅団と予備とに分けた。彼は、残豪に沿った部分の中央で、ロワイアルルーション連隊とベリー連隊の指揮をとり、レビは、右翼で、 ベアルヌ連隊とギュイエンヌ連隊、そしてラレーヌ連隊の指揮を取った。そしてブールラマクは左翼でラサル連隊とラサル連隊の指揮を取った。それぞれの隊が残豪からざっと100ヤードの距離で防御についていた。砦の大砲が残豪の側面を守っていたが右翼の方は不完全だった。左翼とラシュート川の間の低い土地は 民兵と海兵隊とが守っていた。彼らもまた、カリオン防御のために酒もぎを作ったのだった。予備軍は、カリオン砦の中か、砦とホープ山の間にいた。それぞれの隊にも、予備軍が散らばっており、必要な時には援軍に行く構えだった。フランス軍のルイ・ジョゼフ・ド・モンカルム将軍。黒っぽい服装に、胸当てという格好である。 アバークロンビーは午後1時に戦闘が始まると予想しており12時半までにニューヨーク連隊の部隊を交戦に向けて配置していたその時ハビランドは敵が攻めてくる音に気づきまたフランスの人形が前に出ているのが分かったそのためハビランドは兵に出撃を命じたすべての正規兵がまだ配置についていなかったにもかかわらずそしてアバークロンビーが 出撃命令を下していないにもかかわらず、整然と秩序だったというよりは、むしろちびちびと前進を続けて、フランス人に入り、戦闘に臨んだ。イギリス軍正規兵の中隊が前に出て、命令通りに陣形を作り、そして前進した。右翼の中隊は一番短距離で移動できたため、最初に攻撃を仕掛け、中央、左翼と援軍に回った。第42隊は、 はじめのうちは予備に回っていたが、戦闘への参加を強く要請し、合流した。フランスはその陣地からして、イギリス軍が前進するにつれ、砲撃でひるませることが可能であり、坂もぎは、敵面に流血の場と化した。午後2時頃には、イギリス側の一時攻撃は、明らかに失敗していた。モンカルムは、軍服の上着を脱いで、兵の間を回り、彼らに劇を飛ばして、 やるべきことをすべてやっていると確認させた。アバークロンビーはフランシス・パークマンやトマス・マンテのような歴史家が伝えるところでは戦場からかなり離れた製材所のところにいた。側近の方のアバークロンビーが伝えるところによると戦闘が始まってしばらくの後、 フランスの人形の前に接近したとのことだが戦闘が行われている時間の大部分をラシュート川のそば、戦列の最後尾の近くで過ごした。最初の攻撃が失敗したその後でアバークロンビーが次の攻撃にこだわったのがなぜなのか、それは定かでない。彼の弁護をさせてもらうとアバークロンビーはクラークの判断頼りだった。クラークの言うことならたやすく受け入れられたのだ。 しかし一時攻撃の失敗により、これは誤っていたことが証明された。二時近くになって、イギリス軍は、ラ・シュート川に流していた大砲を橋けで運び、計画とは逆に、ラ・シュート川の島と川岸の間の水路へ下った。このため、彼らは、フランス軍左翼と、砦の一部の大砲との射程に入ってしまった。の南西の両方の大砲から砲弾が発射され、隻の、 橋しが沈められ、他の船は大急ぎで引き返した。アバークロンビーは予備待機のコネチカットとニュージャージーの植民地軍に午後2時頃に戦闘に参加するように命じたが、2時半までには攻撃の失敗が明らかになった。そこでアバークロンビーは部隊を呼び戻したが、肝心な番号の部隊、特にイギリス軍左翼の第42と第46の連隊が、 攻撃にこだわっていた。午後5時ごろ、第42隊は、自暴自棄になって前進し、フランスの砦の起点までたどり着くことはできた。それから彼らは、実際に、胸をよじ登り始めた。しかしそこには銃剣を持った兵が待ち構えていた。あるイギリス軍の立ち会人はこう記している。我が軍の行動は拙速に過ぎたまたもう一人の立ち会人によれば、兵たちは、 草のように薙ぎ倒された夜になるまで攻防が続き、多くの兵が戦場の背後に作られた胸帆の影に退却した。ついに、アバークロンビーは戦況が第三次の域に達したことを悟り、各部隊に兵を集めて常時故の上陸地点に戻るよう命令した。暗い森の中を退却する中で、兵たちは恐れをののき、混乱した。しかも彼らの間で、 フランスが攻撃を仕掛けてくるという噂が渦巻いていた。翌日の明け方、イギリス軍は、常時港船で移動し、日暮れ頃に、南岸の基地に着いた。一部の兵士たちが、この退却を屈辱的と捉えているのが、誰の目にも明らかだった。中佐のアートマス・ウォードはこう書き残している。兵たちは,は、恥ずべき退却をした。モンカルムは、イギリス軍の反撃を懸念しており、 また、長い1日を戦った部隊の疲れも心配であったため、何尊ものビールとワインを前線に持ち込んだ。兵たちは、その夜は、睡眠と新たな攻撃への不安とがない混ぜになっていた。この戦闘の知らせは、ルイブール陥落の知らせの直後に、イギリスに届き、ルイブールを落とした縮小気分を削ぐものとなった。1758年のイギリス軍の勝利は、 本国にすべてが届いたのは、年も押し詰まってからで、ピットが、ヌーベルフランス攻略の主要段階である、フロンテナックトリデやデュケーヌトリデの陥落を知ったのも、この頃であった。もしカリオンが1758年に陥落すれば、ヌーベルフランスは1758年、または1759年には、イギリスのものになるはずだった。この時カリオンが守られたため、 モントリオールの降伏は、ルイブール陥落の指揮官であったジェフリー・イアマーストによる、オスウェイ語取りの戦い、ケベック攻略、そして1759年のタイコンデロガの戦いを、経て、1760年となったのである。ジョン・ブラッド・ストリート・アバークロンビー・が軍を率いたのは、この時が最初で最後だった。ジョージ湖ではやる気を見せていたものの、7月13日に、決定した。 ジョン・ブラッド・ストリート式のフロンテナックトリでの戦いではわずかな支援しかせず、ブラッド・ストリートは7月23日に3.000人の兵と共に出発した。そして、アバークロンビーはその後の戦闘には兵員不足を強調し支援を拒否した。8月、首相のウィリアム・ピットは陸軍の軍事戦略を練っていたが、カリオンでの敗退の知らせを受け取り、 9月18日にアバークロンビーに手紙を送った。国王陛下は適切な判断を下された。帰還は帰国されるべきであるアバークロンビーはその後も昇進を続け、1772年に陸軍大将にまで上り詰めた。イギリス軍と同盟を結んだインディアンたちが軍の総崩れを直に目撃したことで、その後の彼らとの関係がややこしくなった。 インディアンたちの間でイギリス軍大敗の知らせが広がり、その後の戦闘でインディアン戦士を募集する際、軍関係者の力がより大きく問われることになったのである。カリオンの戦いはフレンチ・インディアン戦争の中でも最も戦死傷者が多く、その数は3000人以上に達した。フランスの死傷者は普通に考えても少ない方で、主な戦闘では、 戦死104人、負傷273人、7月6日のトレペゼ隊の実質的な離脱者を入れても550人で、フランス軍の13%である、パーセンテージで言えば、イギリス軍とあまり変わらない。アバークロンビーは、戦死者547人、負傷者1356人、行方不明77人と報告したが、レビの報告によれば、フランス軍は、 イギリス軍の800人の兵の遺体を回収したと、なっていた。アバークロンビーが、実際の戦死者数を過小報告しているのではないかと、レビが暗示したわけである。チャートランドは、イギリス軍の戦死者、または、戦勝死者は、主な戦闘でおよそ1000人、負傷者は1500人と見積もっている。7月6日の小競り合いでは、イギリス軍は、 約100人が戦死もしくは負傷し、将軍ハウもこの時に死んだ。ブラックウォッチの兵衛、キルトとアーガイルチェックの膝丈の靴下を履いている。カズとは、銃剣、カズとは矛槍を持ち、剣を携えているように見える。ブラックウォッチとして知られる第42不評連隊は、この戦闘で、かなりの犠牲者と負傷者を出した。イギリス軍が発表した、 300人以上の戦死者、そしてほぼ同数の負傷者で中でも、ブラックウォッチの比率の大きさが表されていた。国王ジョージ三世は、1758年7月の末に、この部隊の戦闘初期における勇敢さを称えて、王立の称号を与え、並々ならぬ勇猛さに対する国王の喜び、称賛、忠誠、そして、 高知連隊の模範たる式への証として、もう一つの代替をこの連隊に加えた。しかしながら国王は、この戦闘で連隊の戦力がほぼ半分になったことは、知らなかった。ブラックウォッチの少佐である、ダンカン・キャンベルの死に関して、このような伝説が、長きにわたり、広まったことがある。1742年、キャンベルの亡くなった兄弟の幽霊が夢に出てきて、 タイコンデロガで再会しようと約束した。タイコンデロガという地名をキャンベルは聞いたことがなかった。そのキャンベルはこの戦闘中受けた傷が元で死んだ。両軍に同盟して戦闘に参加したインディアンたちにも死傷者数が出たはずであるがこちらの戦死者数は記録されていない。両軍の指揮官がとった行動は広範囲にわたり分析されている。モンカルムは 戦術の選択にいくつか誤りがあり、カリイオンでの防御準備に関しては広く疑問視されるものの戦闘中はうまく立ち回った。反対にアバークロンビーのとった行動のほとんど全ては疑問だらけだった。歴史家の間では無能な指揮官として広く捉えられている。両軍の指揮官はまたヨーロッパの開けた平原の 比較的動きの取れる環境で軍人として育てられており、森林の多い土地での戦いは苦手だった。また、インディアンやイギリス軍の補助部隊、ロジャーズ・レンジャーズのように、ゲリラ戦を展開するのをどちらも好まなかったが、必要悪とみなしており、森林で行動するための先導役と見ていた。この戦争を通じて、フランスは、比較的少人数の軍を補うべく、 インディアンの力を借りることがあったが、この戦闘でのインディアンの数は極めて少なかった。モンカルムは、概して、インディアンと彼らのやり方を好まなかった。特にモンカルムは、奇策を打ち出せばもっと得るものがあったであろう。彼は明らかに、ジョージ湖北岸の上陸地点について、詳しく調べようとしていなかった。そこで、イギリス軍に勝つこともできたのにだ。さらに、 フランス軍は数で上回るイギリス軍の力をそぐため、森林に誘い出して戦うことも、連水経路で戦うこともできた。実は、カリウントリベは連水経路に沿って建てられていたのだが、その選択肢をフランスが取らなかったことは、戦略上の失敗であると言える。ウィリアム・ネスターは、連水経路の最初の十字路で、イギリス軍を叩いておけば、 モンカルムは防御の準備にもう1日費やせたとしている。1911年、ジェームズ・ホールデンは時代を問わず、アメリカやイギリスの作家は、アバークロンビーを表現するのに、このような言葉を使うと言及している。低能、臆病、ノロマ、老婆みたいにコセコセしている、準備不足、アバークロンビーの戦略への批判のまず最初は、 相対的に、お粗末な頭脳を当てにしすぎたことである。彼の元に届いた報告では、フランスのガリオンでの戦力は6000人である。そして援軍が3000人来るとなっているが、この情報の出所は、脱走兵もしくは捕虜であった。アバークロンビーは、自ら石膏なり、系風評なりを送り込んで、事実を調べるべきだった。仮に脱走兵や、 捕虜の情報が正確なものであったとしても、アバークロンビーの軍は、数の上で、モンカルム軍に混ざっていたのである。アバークロンビーが頼りにした、その同じ報告には、カリオントリデでは、物資が足りないともあり、これだと包囲戦で即座に戦いを終わらせることが、できたのである。ジェームズ・アバークロンビー将軍、アバークロンビーの次なる、戦略上のミスは、 マシュー・クラークの分析を明らかに過信したことだった。クラークは騎士としての経験に乏しく、これがフランスの防御を何度も読み違える事態を招いた。ここで明らかなのはアバークロンビーがとにかくことを急いだこと、クラークの提案通りにガラガラヘビの丘に砦出を築くこともしようとせず、なのに彼を非難することに努め、クラークの言う通りにしただけだと言い張った。 クラークは戦闘での戦死勝者の一人であり、そのため、自らに対する避難から身を守ることができなかった。第44歩兵隊の大尉チャールズ・リーは、ガラガラヘビの丘で大砲を使う見込みについて、こう書いている。ある丘は、特に我々の味方になりそうだった。その丘は命令した、即座に、この場所からの防衛戦に、2台の、 小さな大砲をしっかりと据えるように、そうすれば、フランス軍は、自分たちの砦の胸をからすぐに退散するこんなことは、想像さえしなかった。何かが誰か一人の愚かな人物に何かがあったに、違いない。その人物は、よだれかけをつけられ、鈴を持たされるほどにはたわけた人間ではなかっただろうが、前線に大砲を持ち込まない決断は、 アバークロンビーの最も重大な失策の一つであろう。大砲を使えば、坂もぎを巡らせた小道も一っ飛びで、胸帆にも穴を開けられたのだ。アバークロンビーは、さらに、包囲戦の代わりとしての激戦もやろうとはしなかった。彼の軍は、十分に数が足りていて、フランスの陣地を包囲に持ち込めたし、フランスの援軍が来てもやり過ごせたのである。 戦術アバークロンビーは戦闘中の判断でも二つミスをしている。一つは一時攻撃が押し寄せた後で自分の選択した攻撃が功を奏しないと認めたことである。次々と兵を出すように命じて犠牲者を増やす代わりに安全なところまで退却してから別の行動を考えるべきだった。もう一つの失敗はフランスの右翼に対して 側面攻撃の戦術をまるで考えていなかったことである。最低でもその戦術があったなら、フランスの防御を広げることができ、イギリス軍の攻撃側が、相手の防御の穴を探し出すことができたのである。事実、フランス軍は戦闘中に、イギリスの攻撃に対しての盾者の際、陣形を埋めるために二度民兵を送り込んだのである。また、 イギリス軍が組織だっていなかったため、効果的な指揮もできなかったことが証明された。経験を積んだ指揮官なら、ジョージ湖から上陸した時点で野営し、状況をよく見極めた上で、フランスへの包囲戦を始めただろう。アバークロンビーは、彼の軍の一部の兵には驚くべきことに、ジョージ湖の南岸まで退却してしまったのである。他に、 筋の通った理由が見つからないため、ネスターは、将軍は混乱した末、そのような行動に出てしまったのだろうと主張している。ジョージ・ワシントンイギリスの奇襲から、砦は守られたが、その後大ンデロガと名を変えたカリヨン砦は、難攻不落の代名詞となった。砦は翌年、事実上イギリスの手に落ちたものの、その後の砦の中東部隊とその上級士官たちは、 この鳥の欠陥を詳しく知らず、難攻不落であるという魔力に屈することになる。1777年、アメリカ独立軍の将軍、ジョン・バーゴインが、サラトガ方面作戦の初期にシャンプランコを渡った時、この鳥を初めて見たジョージ・ワシントンが、その防御における価値を高く評価した。バーゴインの到着前に、防御の準備をしていたアンソニー・ウェインは、 ワシントンにこの取り出を多くの兵の流血なしにはとても攻め落とせないと書き送っている。しかしタイコンデロガ取り出は1777年の7月、さほど大きな戦闘もないまま降伏した。ありがとうございます。